さあ、やってまいりました。本日も動画のお時間でございます。こんばんは、みなりゅうです。今日はちょっと、お礼が 言いたいなと思って、ちょっとねカメラを回しております。ご存知の方も、おそらくいらっしゃるとは思うんですが、私ことながら、昨日11月5日がですね、誕生日でございまして、ツイッターの方でもいろんな方からおめでとうのリプをいただいたり、リアルの知り合いの人たちからも何人か LINE とかもいただいて、すごくね嬉しかったんですよ。もう誕生日をこうぼっちで迎えることに対して、もうなんか体制ができちゃってたんですよね、去年までは。でもなんか今年はなんかね、すごいこう一人で誕生日を迎えるっていうのはなんかすごいこう寂しくって、でもなんか思った以上にこう皆様の、反応をいただけたのでですね、かなりこうその寂しさが緩和されたと言いますか本当にわざわざリプなど DM など、くれた皆様ありがとうございました。これからもですね、変わらずゆるゆると、続けてまいりますので、ぜひともねよろしくお願いしたい限りでございますと。そしてもう一つご報告なんですが、私みなりゅうですね、今月からまた書店員に戻ることができました。というわけで、無事戻りたいなと思ってて、約1ヶ月間の空白の期間がありましたが、無事に、書店員に戻ることができました。まだ勤務自体はちょっと始まってはないんですけれども、採用ということで、いただいておりますので、また新しい職場になるんですけれども、一からまた始めるということで結構ワクワクはしておりますので、でも別にその書店に関するなんか裏話的なのって問題になったりしたら嫌だから特に何も、発信はするつもりはないんですけれども、こうやっていつものようにこう動画を撮ってる、裏側ではですね、またこいつは書店でよろしくやってるんだなと思っていただければなと、思っております。で、話は1個前に戻るんですけど、その昨日ね、誕生日で、ツイッターで名前は出さないですけど、とあるねフォロワーさんがね、誕生日お祝い用のなんかこうコラージュ写真というか、その俺が動画多分スクショかなんかしてくれたんですかね、スクショしてそれをこうなんかこう貼り合わせて、でケーキの画像と一緒にこうみなりゅうさんおめでとうございますっていうね、すごい画像というか加工したね、写真をいただいたんですよ。もうね、ちょっとそれが嬉しすぎて見せたいと思います。いきますね。はい、出ましたかね。そう、これねすんごい嬉しかったですねまあ数日前にツイッターでアンケートで、その俺の動画を見て自分の読書の参考にしたことがありますかみたいな感じで聞いたんですけれども、11票12票、全部で12票で、でも多分ね参考にしたって入れてくれた方は8人9人ぐらいかな、多分そんぐらいだと思うんですよね、比率というかパーセンテージを見る限りは。なんで一人でもいてくれてよかったなとは思ったんで、やっぱどうせ発信するなら、これもなんだろうな、
趣味の延長上でこうね、読料本とかを紹介してはいるので、まあ本当は極論言えばね、別にそれを参考にされようがされまいがどうってことはないんですけど、まあどうせやるならね、まあ誰かのそういう参考になれば、それはそれで俺はめちゃめちゃ嬉しいんで、どうかなと思ってこうアンケートしたんですけれども、まあ皆さんきっと気を使ってくれたんでしょう。ありがとうございます。こんなんですけれども、これからもどうぞよろしくお願いいたします。はい、というのをですね、まあ言いたかったっていうのと、まあその画像をいただいてやっててよかったなと、うん、思ったので、今ね60人を超えましたね、チャンネル登録者数は。本当にここ1ヶ月ぐらいの伸び方が結構すごくって、まあすごいっつうか20ぐらい増えたんじゃないかな、だったので、なんかすごいこう嬉しい反面、どうしようと思ってるんですけど、まあでもどうしようと思ったところで別にやることは変わんないんで、どうしようもないんですけど、なんかすごいこう嬉しいですね。はい、なので、まあ、昔からね見ていただいてる方も、わりかしその最近チャンネル登録したよって方もですね、まあ、ぜひぜひこれからもご贔屓にしていただければなと思っております。まあ、別に何でしょうね、まあそれは有名になれるもんだったらなりたいんですけれども、まあでもそんな YouTuber になろうとか YouTube の収益化、まあそれできたらそれいいですけどね、まあでもそれを本業にしようなんてこれっぽっちも思ってないんですけど、まあでもね、もらえるもんならお金もらいたいですよね。1000円とか1万円だけでも、まあ年内100人、いや難しいだろうな、年内100人は。一応 YouTube で収益化がその許可されるのが、チャンネル登録者数が1000人いて、でなおかつ直近4ヶ月かな、直近4ヶ月の動画の総再生数時間が4000時間なんかそんぐらいだったかな、確かぐらいいかないと収益化ってならないんですよね。まあなんでかなり遠い道のりなんですけど、まあまあまあいつかねそれで収益化ができたらいいななんてこう思っておりますので、まあもしねよろしければ、まだチャンネル登録をされてない方はしていただきたいですし、チャンネル登録していただいている方はですね、まあ各種 SNS で、各種 SNS っつっても今のところ Twitter ぐらいしか目立ったやつはやってないんですけども、まあ、拡散というかですね、ご協力をしていただければ嬉しいなと思う次第でございます。はい、まあ、ということでね、今日はそういう、まあ、久しぶりになんかこの話すだけの動画、やばい、いつも話してるだけなんですけど、をまあ撮ろうかなと思ってきました。はい、昨日、自分への誕生日プレゼントということで、よく行くね中古レコード屋さんに行って、このウィングスのベストアルバム、なんとこれも250円でございますが、これを買ってですね、聴きながらまた今日も本でも読もうかなと思っております。ぜひね、なんかいいですよ、プレゼントを送りたいなという人がいたらぜひお知らせください。いないでしょうけど。はい、まあというわけで、はい、今日はただただ俺が喋るだけの動画ということで失礼いたしました。また明日お会いしましょう。ではまた次回。めっちゃいいよこれ。